世の中には、科学では証明できない不思議なことがある。いわゆる、幽霊や死後の世界などは実際に見える人、体験した人でないとわからない世界だ。今回の報告主もまた、自身が経験した不思議な体験を語っていくのだが、序盤では、ひよこ民たちも半信半疑。しかし物語がジグソーパズルのように繋がった時、このスレには衝撃的な結末が用意されていたことに気づくのだった。病室に行くと私が死んでいた胸クソすぎる事実が発覚し、自分が体験したちょっと不思議な話、フェイクありだけど実は、実体験。っていうのは、死んでる自分を見たこと。なんか知らんが私はある病室に入る、そこにはベッドに横たわる自分がいた。包帯ぐるぐる巻きで、いろんな感につながれ、機械に生かされているって感じだ。包帯の隙間から見える肌は腫れ上がり、目も半目の白目。それはそれはひどい顔だった。自分の死んだ姿がこれじゃ成仏できない。一刻も早く成仏してくれメンス。幽霊も2チャンスんのか。質問は後でまとめて受け付けるから、とりあえず投下させてくれ。痛々しい姿で、死んでるのか生きてるのかさえ判別できない状態の自分。ピッ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 と鳴り響く機械音が、かろうじて生きていることを証明していたが、病室内には私と、もう一人の私以外にも若い男性と中年の女性がいた。あれ、この人たち誰だっけ？そう思いながら眺めているけど、二人と全く目が合わない。この人たちには私の姿が見えていないんだと一旦見なし、私はその場に止まっていた。耳はずっとこもっている感じ。耳に水が入った時みたいな。機械音に混じって、二人の声が聞こえてきた。何を話しているんだろう。は、片付けたのよね？バレる前に。は、このまま。男と女は無表情で、横たわる私を眺めながら何か話してるんだけど、どんなに近くに寄っても、耳を澄ましてもうまく聞き取ることができない。さっきは歩いて病室に入ってきたはずなのに、今は体がふわふわと宙に浮いている。なんだこれ？私は魂か？死んだのか？もがくことも、目の前の体に入り込もうとすることも、三途の川を探すこともせず、規則正しくなる機械音と、男女の会話を聞きながら、ただただ漂っていたんだけど、突然後ろから肩をトントンと叩かれた。振り返ると、数年前に死んだ祖母がいた。祖母は優しい笑顔で、私にニコッと微笑んだ。わかった、幽体離脱の話だろ。早くネタバラシしてくれ、もったいぶられると腹が立つんだ。状況が全くわからない上に、オカルト地味た内容に様々なレスを残すひよこ民たち。しかし一致はそんなレスを無視して、マイペースに書き進めるのであった。その瞬間体が急に重くなる感覚とともに目が覚めた。体中が痛い、身動きが取れない、頭がかち割れそう。かろうじて動く眼球だけをキョロキョロさせると、さっき私が漂っていた部屋と、今自分が同じ場所にいることに気づく。ということは、さっき横たわっていた自分が今の自分であるということか？若い男と中年の女が私の顔を覗き込み、何か叫んでいる。やっぱりさっきのは夢だったのか？幽体離脱だったのか？死にかけていたのか？わからないが、私は生きてるということと、これが現実であることはとりあえずわかった。でもこうなった経緯が全くわからない。きっと何か、大変なことが起こったんだろう。先ほどの男女に加え、大勢の顔が一斉に私のベッドを囲んで、みんな涙を流している。白衣を着た医者も登場し、みんなで一致さん、って呼びかけている。私ってそんな名前だったっけな？口と喉はパリッパリに乾いていて声を出せない。うなずく自由もなく、仕方なく瞬きで問いかけに反応していた。周りは、ああよかったと安堵していた。でもみんなが誰なのか、わからなかった。とりあえず、一致は幽霊じゃないってことだけわかったわ。事故にあって、生死さまよってる時幽体離脱してたんだろ。ついでに記憶もなくしたんぜ。うん、私は事故にあった。その衝撃で記憶もぶっ飛んでた。ある日私は自転車に乗って出かけていた。そこで事故に遭う。トレーラーと正面衝突。すぐに病院に運ばれるも意識不明の重体だったらしい。事故で負った負傷は脳挫傷、骨折4箇所、あとある部分にちょっと麻痺が残った。数日間意識が戻らなかったらしい。意識は戻っても上記の通り、記憶がない。事故から半月ほど経って、記憶がポツポツと少しずつ戻り始める。何かの拍子にフラッシュバックする感じだ。手術をしてさらに記憶が戻り始め、事故当時のことから家族の顔や名前、自分の置かれていた状況を思い出していった。それでも事故からしばらくは、時間の感覚が全くつかめず、いきなり記憶や場面が飛んだり、脳がバグったって表現がぴったりなくらい、いろんなものの区別がまるでつかなかった。そんな中でも体は少しずつ回復していき、リハビリ病院に転院してリハビリを重ねた。その頃には多分ほとんどの記憶が戻っていた。ちょっと質問答える。自己時のスペック、家族構成など。
29歳、結婚3年目、子なし、夫は高校の同級生、買い物行く途中にあった事故。どんくらい意識不明だったの？幽体離脱は目覚める直前か。5日間。多分そう。意識戻らなければ、覚悟してくれと家族は医師に言われていた。トレーラーと正面衝突はえぐいな。向こうの過失か？うん、脇見による信号無視。助かってよかったな。それが、そうでもなかった。どういうことだ？とりあえず続ける。事故は地元のニュースで取り上げられ、ニュースに私のフルネームが出たことで、事故を知った友人もいた。親友の A と B もそのうちの一人だった。事故から3日後に、A と B は見舞いに来てくれていたらしい。ここからは A から聞いた話。見舞いに来た日、私はまだ意識が戻ってない。そんな中 A がトイレに行って病室に戻ると、B の姿が見えなくなっていたという。長居するのは良くないと、トイレを済ませて帰ろうとしていた A は、B を探した。すると自販機コーナーの陰に B の姿を見つける。しかし B は私の夫と話していたという。ちなみに夫、A、B はみんな高校の同級生。A は、B と夫の会話に固まってしまったという。目、覚めないといいね。ほんとこのまま死んでほしいわ。と二人で笑っていたそうだ。A はバレないようにその場から静かに離れ、急用ができたと B に LINE を入れ、そのまま一人で帰ったという。二人の空気がただの友人ではないこと、二人が話しているのが私のことだということは、すぐに分かったという A。そして、私の体調が少し安定した頃、A はそのことを私に打ち明けた。私の記憶が定かなら、事故前の夫との関係は、良好だったはず。そんな夫が親友の B と、最初は A の言葉を信じられなかった。無理なんだけど、旦那も B も人として終わってるね。嫁が事故に遭って死ぬかもって時に、嫁の友達と浮気して嫁の死を願ってたってこと？そんなクズが存在すんのか？一致が夢？幽体離脱？って見た男女って、もしかして旦那と B だったんでないの？ A の話を聞いた日、あの時見た夢を思い出していた。っていうか、勝手に脳裏に浮かんできたって表現の方が近いかもしんない。あの日、死んだと思ってた自分と一緒に、病室にいた若い男と中年の女。それが、夫と義母だったと気づく。同時に、あの時はどう耳を澄ませても、聞き取れなかった会話の内容が、とてもクリアな音声で脳裏で再生される。あの子のことは片付けたのよね？バレる前に別れなさい。はぁ、このまま死ねばいいのに。と、思い出した瞬間、全身に寒気が走った。ん？推測だが、義母は旦那と B の浮気を知ってた。旦那にとってエッチの事故は好都合だった。B とくっつきたいからエッチの死を望んだ。ってことか？じゃあエッチが目覚めた時の旦那の反応はどうだったんだ？戻ってきてくれてありがとうと、泣きながら喜んでいたと記憶してる。私は、どれが本当の夫の姿なのかわからなかった。でも、ゆっくり考えるとやっぱり、A の言葉が一番信憑性があった。夢でも何でもないからね。だから最終的に私は A を信じたよ。夫も義母も、リハビリに献身的に付き合ってくれていたけど、直接聞くこともできずに不信感に苛まれた。そして、A に相談した。夫と B の関係を調べたいのだがどうしたらいいかと。すると A は、入院中の私に代わって、浮気調査をしてくれると言ってくれた。同時に、私は夫や B のことを知る他の同級生たちにも、このことを思い切って打ち明けた。私の事故を知った時、何かできることがあったら、何でも言ってくれと言ってくれた。友人たちだった。夫や B に対して、みんな私以上に腹を立て協力すると言ってくれた。こんな時、女の団結力ってすごいなと思ったよ。一週間も経たずして、夫と B の浮気が確定。友人たちによって、いろんな証拠がグループ LINE に寄せられた。しかしその証拠の数々に目を背けたくなった。夫と B の裏切りは想像以上だったからだ。私と夫の家に、B は住み着いていた。夫は見舞いに来る日も、リハビリに付き合う日も、毎日毎日その前後は B と過ごしていた。そして、夫と B が家にいるタイミングで、義母も家に出入りしてたことが発覚。すべて写真や動画に収められていた。持つべきものは友やな。ほんと、女の団結力なめんなって感じだわ。グッジョブ。義母もどんな神経してんだ。一致の夢と現実が少しずつ辻褄合ってきたね。なんか淡々と書いてるけど、この時の一致の心情想像したらこっちが泣きそうだ。心身ともにしんどいリハビリ、後遺症とか将来への不安、いろんなこと考えなきゃいけない時に、この仕打ちはないで。どうか旦那と B が地獄に落ちる結末が用意されてますように。平凡な日常を、相手の不注意によって突然奪われてしまった一致。事故で負った大怪我と、長期間にわたる入院、厳しいリハビリ。そんな最中発覚した、夫と親友の浮気。気を抜いたら折れてしまいそうな一致の心を支えたのは、
一緒に悲しみ、怒ってくれる、友人たちの存在だったという。夫と B の浮気の証拠を手に入れた H は、友人たちとさらなる計画を企てるのだった。夫と B の関係を知ってしまった後、しばらく心の状態がものすごく不安定だった。なんで生きているんだろう、なんで助かってしまったんだろう。そう思いながら泣く日もあれば、もし読んでいたら夫と B は大喜びしていたのかと怒りで眠れぬ夜もあった。しかし、夫は私に一切そんな素振りを見せない。毎日見舞いに来るし、見舞いに来れない日は、必ず電話をかけてきては、優しい言葉を残していく。悲しみや怒りを通り越し、夫の二面性にただただ驚くしかなかった。そして、いつしか、その化けの皮を剥がしてやりたい、という感情だけが残っていた。当然だよ、相手の裏切りがあまりにひどいと、悲しい悔しいという感情が突然働かなくなる。その瞬間が、情から憎悪へスイッチが切り替わった時だと思う。おお、言葉でうまく表現できなかったが、まさにそんな感じだ。うまく言えないけど、スイッチがパチッと切り替わったのがわかった。そしてついに、長かったリハビリ病院を退院する日が決まった。私は早速、友人たちのグループ LINE で退院する日を知らせた。友人たちはみんなで大喜びしてくれたを、すぐに映画退院祝いをしようと言ってくれた。そして私は、退院をもって夫との夫婦関係、B との友人関係を終わらす考えを示した。だったらなおさら、盛大にお祝いしよう、と友人たちは張り切ってくれていた。お祝いを退院ではなく、夫 B との決別に集中して計画してしまった結果、とんでもない退院祝いになってしまった。退院祝いで爆弾投下したんだな。この展開は胸熱だ。もし一致が浮気に気づかず普通に退院してたら、夫と B はどうするつもりやったんやろ。だって B は一致宅に入り浸ってたんやろ。二人して一致の死を望むくらいやから、一致が殺される未来が、待ってたかもしれんよな、ガクブル。ほんそれ、早くクズたちの公開処刑現場詳しく。こうして一致は退院の日を迎えた。退院祝いはある飲食店の大きな個室を、貸し切って行われた。そこには、主催者である友人たち、一致両親、義両親、そしてもちろん夫と B も参加していた。地獄の退院祝いの始まりである。会場には総勢30人くらいが集まっていた。この会を考えてくれた一面の友人たちの、他にも、見舞いには気を使ってこれなかったが、ニュースなどで事故を知っていた他の友人たちが、祝いたいと集まってくれていた。もちろん、A は B も誘っていた。二つ返事で参加を希望したという。一体どんな神経をしているのか疑問だったが、来てくれたおかげで大盛り上がりとなったので、そこは素直に B に感謝したい。会場となった個室にはプロジェクターもついていて、友人たちがサプライズで作った、事故前の私や夫、家族や友人たちの写真を使った、感動的なムービーが流された。映像の途中から、すすり泣く声も聞こえ、会場は感動の渦に包まれていた。映像が終わって、おのおのが食事を楽しんでいると、A が突然立ち上がって、実はもう一つ、皆さんに見ていただきたいものがあります。奥さんが突然の事故に巻き込まれ、さぞ、心苦しい日々を過ごしたであろう夫くんと、友人の容態をいつも心配していた。友達思いの B ちゃん。これから流す映像はそんな二人が、一致ちゃんが懸命に日常を、取り戻す努力をしている間に行っていた日々の記録です。ではお願いします。A と目が合い、私はニコッと笑った。突然、A の口から自分たちの名前が飛び出したことに、動揺を隠せない夫と B。二人でアイコンタクトを送り合っている。しかし何も知らない。他の友人や家族たちは、夫と B が何かいい行いをしていた映像が流れてくると、思っているようで、全員が穏やかな表情のまま前の画面に注目。そこに映し出されたのは、友人たちが必死になって集めてくれた、夫と B の浮気現場の証拠たちだった。ご丁寧に説明のテロップ入りだ。それには会場中がすぐにざわつき始めた。うっほう、これは飯馬ですねー。制作者はウキウキだったろうな。これが本当の公開処刑、クズ勝ちに落ちる瞬間は最高にすがすがしい。それでは、みっともない言い訳と逆ギレをどうぞご覧ください。なんだよこれ、早く消せ。盗撮？ひどい。大慌てで画面の前に飛び出した二人は、手足をバタバタさせて隠そうとするが、プロジェクターなので本人たちの体に映って全く意味がなく、会場は失笑に包まれる。一分ほどの短い映像だったが、夫と B は終わる頃には汗だくになっていた。一致が入院中に浮気してたの？自分家で浮気相手と暮らしてたの？怖すぎ、信じられない、そんな声が至るところから飛び出し、二人は硬直。一致お前、入院中こんなことしてたのか？お前たちが協力者か？ふざけんな。夫は友人たちに怒りをぶつけ、B も応戦。A に飛びかかって髪を引っ張ったり、バシバシ叩いたり。見かねた友人たちが、すぐに B を引き剥がして倍返しに遭う B。いったー、ひどい、
このクソ女ども。おい、B 大丈夫か？一人に大勢で食ってかかって。お前ら全員警察に突き出すぞ。誰もが夫と B を哀れな目で見ているのに、当の本人たちは全く気にしてないようだ。このまま長引けば店に迷惑がかかると思い、私がさっさと終わらせることにした。今のは誰が見ても正当防衛です。論点がずれてるのではっきり言わせてね。夫くん、B。あんなに私に死んでほしいって願ってたのに、助かっちゃってごめんね。私が死んでたら二人は誰にも邪魔されずに結ばれてたのに、なんかピンピンしててごめん。なんでそれを。急にうろたえ出す夫。そんな夫の姿を心配そうに見つめる義母が目に入った。私はそのまま義母をまっすぐ見つめた。裏切り者たちの正体を全部バラしてやるため。あ、そうそう、お母さんも。まだ私が意識不明だった時、病室で、夫くんと B のこと話してましたよね。バレる前に別れろとか、このまま死ねばいいのに。って会話、全部聞こえてましたよ。その言葉に、顔面蒼白の夫と義母。実際に、私と夫くんが住む家に B がいるとき、お母さんも出入りされてましたもんね。まさか、お母さんも公認の中だったなんて、びっくりしちゃいました。そうよ、夫くんのお母さんは、あんたなんかより、私のこと気に入ってくれてるんだから。あんたが死んだら、私が夫くんと結婚する予定だったのに、なんで助かってんのよ。おい、B、落ち着けよ、イッチ、そうじゃないんだ。俺は B のことをそんな風に思ってない、勝手に B とお袋が盛り上がってただけだ。はぁ？あんた毎晩寝る前は必ず手を合わせて、イッチが死にますように。って祈ってたじゃん。お母さんもなんとか言ってくださいよ。その、義母は後ろの方で身を縮こまらせている。そこに、私の両親と義父が詰め寄って、両親と義両親は会場の外に出てしまった。大人は大人で話してくれればいいと思った。B の振り切った感がすごい。この手のスレはいっぱい見るけど、共通してる部分はバカは追い詰められたら。判断能力バグって暴走するってことだな。まともな言い訳もできないバカは、最初から浮気なんてすんなよ。で嫁にすがりつくクズだんな。だったらまだ、振り切ってる B の方が、マシだとさえ思ってしまう。女の浮気は本気だからな。しかし友人の夫に手を出すだけでなく、本気になるってやっぱ B もバカだよな。それからは、B は夫に、夫は私にすがりついてカオスもいいとこだったので、離婚しよう。これで全て解決するじゃん。百行、やったー。何もわからず、夫に抱きついて大喜びする B に、慰謝料払ってね、友人割はないよ。むしろ友人だから精神的苦痛は大きいし、相場よりも多いと思うけど覚悟してね。一括でお願いね。人生、いつ何が起きるか、わからないって身をもって体験したの。分割にして、全額もらい終わる前に、死んだらもったいないじゃん。そう言うと、B の表情もみるみる曇って生き物に当たり始めたので、店の人が飛び出てきて、そのまま店の外に放り出されていた。離婚は嫌だー。夫はずっと泣きながら私に許しを請うていたが、店の外で待機していた義父に、バチン、とビンタを食らってからは、おとなしくなって退院祝いはお開くとなった。すごい、グッジョブ、事故後まだ全開じゃなかっただろうにお疲れ様。ここまで叩き潰せたらいいよね。一致も友人も義父もグッジョブでした。いろんな意味で辛い入院期間だったろうよ。その後はすっきり離婚できたんか？いろいろと辛い期間だった。事故に夫の不倫に離婚、怒涛の年だったよ。離婚は案外スムーズに進んだよ。慰謝料も二人からきっちりもらったことで、夫婦で暮らした家から、私が出て行った。そういえば、義母はいつから息子と B との関係を知ってたんだろ？義母と B の関係は？ B の親と義母が昔から仲いいみたいで、どんな流れでそうなったかは知らんけど、夫と B の関係が始まったのは事故の一年前から。義母は別に二人を応援してたつもりはなく、でも、B のことも子供の時から知ってるからバレないうちに別れなさい、とだけ、言ってたと聞いた。退院祝いの翌日に、義母から謝罪ともう一度考え直してほしいと、言われたけど、丁重にお断りして離婚の手続き進めたよ。元旦那の後日談なんかある？うん、これまた不思議な話があるよ。超能力っていうのかな？離婚が成立し、事故のことも元夫家族のことも忘れて、数年を過ごしていた。事故後、少し麻痺が残った部分があるが、日常生活に支障はなく、社会復帰も果たした。でもたまに、変な夢を見るようになった。これも事故の後遺症なのかわからないが、妙にリアルでたまに予知夢っぽいやつ。些細なことだけど、夢に疎遠だった人が出てきて、次の被害でばったり会うとか、夢の中でスマホ落として画面割れたら、次の日、現実でもスマホ落として、画面割れるとかそんなレベル。本当にたまに。だから、なんか気味が悪い夢を見た日は、忘れないうちにメモって、行動に少し気をつけたりとかしてたんだ。ある日、また不思議な夢を見た。
それは私が実際に事故に巻き込まれた交差点の風景と、私が自転車に乗って、その交差点に向かっている場面から記憶している。まさに、数年前の事故時の状況と、ほとんど同じなんだけど、実際とは違う点がいくつかあった。私が交差点に進入する前、つまり現実では事故に遭う直前のタイミングで、なぜか目の前に亡くなった祖母が現れて、私の名を呼び引き止めた。私は自転車から、降りて祖母の呼びかけに応じていた。その瞬間、目の前の交差点で事故が起きる。乗用車とトレーラーの事故だった。トレーラーは私を引いた車両と同じ。相手の乗用車は大破し、原型を止めていなかった。煙がもくもく上がる乗用車の車から、ぐったりした男女の顔が見えた。元夫と B だった。その瞬間目が覚めた。本当にリアルで嫌な予感しかしなかった。私はすぐにメモをして、しばらく、その交差点に近づかないようにした。後日、元夫と B が交通事故で死んだと聞いた。私が夢を見た日、メモを残した日付だった。マジかよ。鳥肌がやばい。因果応報って本当にあるんだな。スカイッチの能力はなんだ。そして祖母は、なんか前も意識不明の時出てきてたよな。イッチの守護霊なんじゃないかな。わからんけど、そんな気がする。そして衝撃のラストに口が塞がらない。離婚切り出す場面で、慰謝料一括でくれって。イッチ自身が話してた時も、なんか予期してたんか？怖すぎるんだが、同じ交差点で一緒に死んだってこと？場所は違ったけど、元夫と B が一緒に、車に乗ってた時に事故ったらしい。で、一緒に死んだ。ほぼ即死だったって。ちなみに単独事故って聞いた。夢とはちょっと違うけど、その一報を聞いた時は本当に震え上がったよ。悪いことしたら、ちゃんと帰ってくるってことだよ。もしくは祖母の仕業かもね。なんとも言えん気持ちになった。目に見えない力を少し信じたくなるな。しょうがない。悪さばかりしてる人間と、真っ当に生きてる人間はやっぱりどこかで、帳尻合わせんと、ダメな宇宙の決まりでもあるんじゃないか。一致の近況は？私は、今は新しい旦那さんと再婚して、子宝にも恵まれ幸せにやってるよ。すごい長くなったけど、私が体験した不思議な話はこんな感じ。みんなも、悪いことすると、いつか天罰が下るかもしれんから気をつけてね。おお、そうか。それはそれは、家族で幸せな人生を歩んでくださいな。なんかまた、とんでもない予知夢見たらすれ立ててくれ。オツでした。事故にあって、一時は生死をさまようほど危険な状態に陥った一致。その節目節目で見たという不思議な夢の力と、そこに出てくる祖母の姿。いつも祖母が、一致を守っているのかもしれませんね。あなたも一致のように、幽体離脱や予知夢など不思議な体験をしたことはありますか？あればコメント欄にて教えてくださいね。今回のお話に対する感想も、じゃんじゃんお待ちしております。このチャンネルでは、女性の身近に潜む問題を、スカッと解決する話を配信しています。スカッとしたい方は、チャンネル登録で次の動画もお見逃しなく、コメント欄での感想も励みになってます。ひよこみんのつぶやき、幽体離脱。もし離脱したまま自分の体に戻れなかったら、どうなるんだろ？怖いだっぴ。俺はずっと殻に閉じこもるだっぴ。